ドロテジルベールは、フランス・トゥールーズ出身のバレエダンサー。2007年以来、パリ・オペラ座のエトワールを務めている。7歳でバレエを始める。地元のコンセルバトワールで学んだ後、1995年に、オペラ座付属バレエ学校に入学する。当時法制業を営んでいた両親は、娘を寄宿舎に入れることを嫌い、工場を畳んで一家をあげて、パリに移住することに躊躇しなかった。 ジルベールは後年、バレエ学校での授業は難しかったと10回しているが、入学2年目には発表会で重要な役を踊るようになり、翌年の発表会では火の鳥のタイトルロールを演じた。2000年、17歳でオペラ座のコールドバレエとなる。2002年にコリフェに昇進し、在任中ドンキホーテでツーレースジェが配役される、ブライズメイドの役を演じる。 2004年にはスジェに昇進し、早くも一人の大役に抜擢される。彼女はオペラ座の舞台でベテランたちを相手にその実力を証明し、関係者や監修に将来の成功を確信させることとなった。2005年、プルミエランスールに昇進し、ロミオとジュリエットのバリエーションやローランプティフーリツケ、カルメンのバリエーションなどを踊った。 かつてのオーレリー・デューポンの時と同じくらいの確実さで、エトワールへの道へと進み、翌2006年には、ラ・バイアデールのカムザッティを演じて、大成功を収めた。同年、オペラ座のエトワールである、マニュエル・ルグリの企画による、海外公演、マニュエル・ルグリと仲間たちに参加。日本公演では、白鳥の湖のオデット、オディールを初めて踊った。2007年、ジルベールは、 ルグリ振付のドニゼッティパドゥをマチューガニオトの共演で初演した後ラフィー・マルガルデでリーズ役を演じた。2007年11月19日マニュエル・ルグリとの共演によるクルミ割人形の公演終了後24歳にしてエトワールに任命された。彼女の波外れたテクニックとフランスのバレエ教育の長所を感じさせる踊りは称賛され以後は 定期的に国際的ながらにも招待された。その際、しばしば同年輩のエトワール、マチアス・エマンが行動を共にした。彼らは自分たちで海外公演のスケジュールを検討した上で、モナコや東京でジゼルの公演を行った。2009年5月、ジルベールはをオ,オペラ座では初演となる、ジョン・クランコ振付、オネーギンで立ち穴を演じ、大成功を収める。2ヶ月後に、 彼女はオペラ座のオーストラリア公演に参加し、ラワヤデールのガムザッティを演じた。同年12月にはイタリアパレルモの劇場に招かれ、眠れる森の美女のオーロラ姫を演じる一方で、パリではくるみ割り人形の公演も数回こなした。2010年の初め、ジルベールは怪我をしたがすぐに回復し、3月のオペラ座の日本公演に参加。 ジゼルのタイトルロールを務めたほか、シンデレラの義式役なども演じた。とりわけ、イタリアでの評価は高く、4月から7月にかけて、メッシーナ、サンデモ、アックイテルメで、コッペリアを演じた。7月には、ピエール・ラコットの新作、サンジューシで、アンヌ・オヒを演じた。数ヶ月後、モスクワとカナダ・トロントでのガラを挟んで、ブラジルのリオデジャネイロに招かれ、 アメリカンバレーシアターのプリンシパル、マルセロ・ゴメスとドン・キホーテを踊った。また、同年5月にはラ・バヤ・デールのニキヤを踊ったが、別の日の公演では当たり役のガムザッティを演じた。6月にはドカの小さな踊り子のタイトルロールを演じ、この模様は全ヨーロッパに生中継された。オペラ座の2011-2012年シーズンの開幕公演で、 元ボリショイバレーの芸術監督、アレクセイ・ラトマンスキーがオペラ座のために振り付けたプシュ系を演じ、2011年10月には、ベトナムのハノイでライモンダの第3幕とダイアナとアクティオンのパドドをステファン・ビューヨンと踊った。このシーズンは多忙を極め、パリではシンデレラとオネーギンの主役を演じたほか、オペラ座のビアリッツでの巡業に参加し、さらには、サレルノ、 オランダのアムステルダム、ギリシャのアテネにも招かれた。また、2012年1月から2月のオペラ座の東京公演の際には、バンジャマン・ペッシュ、イザベル・シアラボラ、フロリアン・マニュネラと共に、東日本大震災で被災した宮城県下のバレエ教室でレッスンを行い、ジルベールは石巻市を担当した。2012、2013年シーズンを迎えて間もなく、ジルベールは、 ラバヤデールの収録中に怪我をする。回復後、オペラ座のアメリカ公演に参加し、ジゼルに主演。9月には、ローマオペラ座で、パトリス・バール振リ付ケ『ロミオとジュリエットに主演。さらに、フランスのテレビ局、アルテの収録で、ドンキホーテのキトリを踊り、2013年初めのオペラ座のシドニー公演では再び、ジゼルを演じた。 その後ロシアマリーンスキー劇場に招かれ、ウラジーミル・シクレア・ロフト、ラ・バヤデールの大二幕を踊った後、マチューガニオと共演した、ラ・シルフィードで、シーズンの締めくくりを飾った。同年7月、ジルベールは、バレーシューズメーカー、レペットの最初の香水アドバイザーとなった。2018年、地震初となる、ワークアウト DVD、ドロテ・ジルベール、パリバレーフィットを発売した。 これは常にベストなコンディションで舞台に立つために彼女が日頃実践しているワークアウトを基礎にして誰もが家で気軽に取り組めるように作られている。ジルベールはオペラ座のプルミエダンスールアレッシオ・カルボーネと結婚したがその後離婚して現在は写真家のジャメボールと生活している。彼女は2013年9月に妊娠していることを明らかにした。2009年 ラフィーマルガルデのリーズ役で、ウノア賞に、ノミネート、ないは役名。ありがとうございます。